はい、皆さんこんにちは。キャピアテレビの母ちゃんです。はい、今日はですね、ちょっとこの話題について、はい、話していきたいと思います。はい、ですね、いつも先に冒頭だけ撮ってて、話の内容がちょっと後からこうついてくる形なんですけど、すいません。はい、話をまとめるのが下手なので、ナレーションでいきたいと思います。はい、先日こんなコメントいただきました。エマちゃんにはアクリルケージ使ってないんですか？また、メリット、デメリットを教えてもらえますか？ということなんですけれどもね。レオのケージの周りにだけ、アクリルのケースで覆ってるんですけれども、その防音ケースについて今日はお話ししたいと思います。はい、今エマちゃんがいるところですね、ちょっと透明で見にくいんですけれども、これアクリルのケージの、ケースの蓋の部分になってますね。でエマちゃんにはつけてないです、このケースは。っていうのも、エマちゃん自体は呼び出しがあまり気にならないので、はい、はい、透明ですごく綺麗にできてるんですけども、これ手作りなんですよ。で、デメリットっていうことなんですけれども、1年以上使ってみてですね、デメリットというそういう観点で考えたことというか、感じたことは一つもありませんでした。むしろですね、メリットの方が多かったので、はい、これは購入してよかったなっていう商品です。はい、そうなんです。透明ですごい綺麗ですよね。でメリットの一つとしては、このインテリアにも何も差し支えなく、まるで何もないかのようなこの透明感が素晴らしく綺麗で、すごく大事に作られてるなっていう商品であること。で、物理的な部分としてはやはりですね、呼び泣きが、かなり軽減されます。はい、これ検証した動画があるので、こちらに一回飛びたいと思います。ということで、圧倒的にですね、やっぱりケースに入ってる時の方が突き抜けるような、そういう声がかなり良くなっている感じが、はい、伝わるかと思います。あとこの目の前にですね、このする蓋の部分なんですけれども、半分のサイズもあるので、例えばですね、夏とかこうね、暑いんだろうなっていう時にこういう気遣いの商品があるんですけども、実はこれあんま使ってなくてですね、はい、私自身はですね、あんまりやっぱりね、この覆ってしまうのがかわいそうなので、ほとんどね使ってないというか、寝る時と、あと今はちょっと静かにしてほしいなっていう時だけ、はい、つけるようにしています。テオちゃん頭がいいので、このケースに入れられてる時、蓋を閉められた場合は今何をしても構ってくれないっていうのがさすがに分かってるみたいなので、呼び鳴きをキー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 しててもですね、蓋を閉めたことにより一切鳴かなくなるんですよ。そういう今はダメだよっていう、そういうのを分かってもらうためにも、このケージは本当にメリットに感じています。あーず、うわ、いったいった、お利口さん。いい子ちゃんね。はい、ハウスします。入りますよ。ハウス。ハウス。あれ、バックしない。ハウスしてください。はい。いい？ハウス。はい。ハウスも最近覚えてくれたんですけれども、このぐらい賢いと、さすがにこの、アクリルのケースの意味というか、今こういう状態なんだなっていうのを分かってくれるのに、とてもいい商品でした。いや、もともと防音対策で、このケースは購入したので、まあ、エマぐらいの呼び泣きだったら全然気にならないというか、なので、エマちゃんにはですね、つけてないです。はい、ケースは。で、
まあね、賛否両論あってかわいそうだっていう方も思う方もいらっしゃると思うんですけど、うちの場合なんですけど、8時間ぐらい放置してたりとかして、まあ本当にね、閉める、昼間閉めてしまったりとかはするのは、あのね、どうしてもね、電話でね、ちょっとお仕事しなきゃいけない時とか、今はちょっと勘弁してくれっていう時だけレオちゃんに使うようにしているので、はい、そこはですね、ご了承いただいてって感じですね。で、デメリットなんですけれども、あえてちょっと申し上げますと、一応空気穴が8個開いてるんですけれども、やっぱり空気の循環が悪いかなと思って、温度管理がですね、ちょっと怖いかなって私自身はちょっと思ってしまったので、中にヒーター入れてないんですよ。で、代わりに部屋を25度から28度設定にしています。そうなんです。ちょっとね、そこの部分だけは、鳥さんにもね、ストレスかかっちゃうかなとか、空気の流れないとあれかなってちょっと心配な部分ありますね。はい、それがあえて言うならデメリットです。あとですね、これ気をつけなきゃいけないんですけれども、はい、これ購入した時の動画なんですけれども、口コミでちょっと見たんですよ。玄関通らなかったっていうお話をちょっと聞いたことがありまして、これ完成された形でこうやって届くんですね。で、私も一応測ったんですけれども、うち階段はコの字で2階がリビングなんですよ。で、これ梱包材が周りについてるとさらにサイズアップで、あれ、これすごい大変でした。はい。でね、持つのも持ちにくいので、これ梱包材できればこのままの状態で運んだ方が傷も防げていいかなって思うんですけれども、ほんと辛かったですね、これは。なので、ちゃんとですね、サイズを測って玄関から入るか、特にマンションの方はですね、はい、ちょっとこれ不安なところです。まあ、そういう点だけを除けばですね、本当にメリットしかないので、はい、ぜひご検討していただけましたらいいかなと思います。はい、私が購入した場所は、説明欄のところに記載しておきます。はい、このケースがですね、かわいそうというご意見もあるかと思うんですけれども、うまく使えば読み書き自体をやめてくれるので、はい、飼い主さんにもとっても、鳥さんにとっても、はい、いい関係性が築けていいのかなと思います。まあ、基本はですね、やっぱり泣くまではしょうがないと思って、はい、あとこれを買ったからといって完全に読み泣きがなくなるわけでもなく、音が、シャットダウンされるわけでもなくって、本当に補助的なものであるので、はい、そういう点だけを考えて、購入したらいいのかなと思います。はい、ということで今日はこの辺で。If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds when I return from my skin and bones.